えー、今日は第八回、えー、女性のプレイヤーズ部門での伝道の表彰で岡田美子子プロに今日は私は参りましたどうもおめでとうございますありがとうございますいや遅くなりましてすいませんね<や>なかなかこのブレザーを着てもらう機会が時間がかかりまして、はい、今日はですねこの伝道のブレザーをぜひ袖を通していただいて、はい、待ちに待ったブレザーをねはい、はい、どうぞはい はちゃんと切れました。お似合いですね。<laughs> 嬉しいです。時間がかかりましたけどどうですか袖を通して。もう本当電動入りしてこうしたジャケットいただけるなんて夢のようです本当にありがとうございます。もうあの日頃まあ中村先生のライバルで今日ね、はい、ここにいるんですけど、はい、先生のおかげですか。そうですね伊勢原カントリーであの先生にたくさんしごいていただきましたので。 先生もきっとと喜んでると思います,すよ、ね、先生なくしては岡田プロは本当にまあこれからいろんな話を聞くんですが、はい、いろんな苦労もなさったしいろんなことを伝授されて、はい、もうこの伝道のところまで,表彰に、ねですね、私は器用ではなかったんですけど、うん、本当に不器用で一つのことをやりこなすのに時間がかかりましたけどこうした伝道のこの ジャケットを着させていただいて本当に嬉しいです本当にありがとうございます後ほどいろんなお話をじゃあお聞きします、はい、おめでとうございますありがとうございます 今日は第八回日本プロゴルフ伝道の女性の部のプレイヤーズ部門で表彰されます岡田美智子プロに今日は私は参りましたおめでとうございますありがとうございますまあ岡田プロですね日本もですね世界に通用する世界の青木、はいはい、世界の樋口、世界の岡本彩子、ジャンボとこの四人がですねアメリカの世界伝道に入ってるんですよそうですねでこういうことがアメリカ昔からあったんですが、まあ、我々日本もですね あの岡田さん含めもう本当に名プレーヤーが日本も育ってきましたので岡田さん8回目でね、はい、やっと表彰にこりつけましてもうなんか夢のようですどうですかです今のお気持ちは嬉しいお気持ちでいっぱいですまさか自分が選ばれるとは思ってませんでしたので長くやってきて本当によかったなと思ってます まああの岡田美智子さんって言えばもう日本のマスコイも努力一つでここまでねずっと七十今年七十六歳ですかはいもう若いしお元気で <laughs> でまた今年もあの飛鳥翔さんの主催したそのシニアの女子の部門でエジショードを達成してそうですはい七十四で回ったんですね七十六歳ですけどで,でも元気長生きっていう題目に。 やっぱりは、自分が一番年いってますので、何とかいいプレーしたいと思って、初日は悪かったんですけど、二日目に出て、本当に良かったなと思ってます。女性の、この女子のプレイヤーで、出した方、は岡田さん第一号ですか。試合が今までないですから、ね、そうです、初めてです。なかなかね、はい、岡本さんも樋口さんも、もうなかなかそういう試合出てこないし。<laughs> やってませんので、彼女たちも出てくれれば、本当はいいんですけど、ね、私はまだ元気でやれますので、うん、まだまだこれからも。 やっぱり周りの皆さんがゴルフ楽しんでますのでやっていきたいなと思うまた挑戦したいと思ってますそうですねさて今日は中村吉その先生のこのメモリアルのいろんなもうね写真からクラブからありますねこういうところでインタビューするんですが先生とのこの思い出話ってのはもう語りきれないぐらいあるんじゃないですかそうですね私三十歳の時にあの一生しかできない時にここに伊勢原に来まして先生の弟子になって ですねそれから先生に教えていただいてですからこのこういうところでまた象徴されるということも本当に何か夢のようですし中村先生は厳しかったですけどやはり愛情がありましたし、ね、あの本当にこのここの場所で今こういうふうに召集されたということは本当に嬉しいですもう中村先生が本当のま弟子としたあの樋口久子さんの次に岡田美智子さんも、はい、本当に。 もうマナデシとしてずっと私もあのレッスンしてる場所に何回かもう見てましたけど、はい、絶対へこたれない寒さも暑さももうずっと本当に私はね、気、ね、用じゃなかったんですよ、よ不気用ですから、ね、練習だけはよくしましたし。 試合先での4キロの朝の,、ええ、あのウォーキング,キングジョッキングですねそれがやっぱり効いてると思いますしやっぱり先生の姿を見てますと努力しないといけないなといつも思ってましたので、うん、中村先生自身もあの小柄ですけどワールドカップをね日本世界一になってご自分で努力した方ですから、はい、それ以上の努力は私も見てていや先生ほど努力したかどうか分かりませんけど、うん、でも自分では自分なりにあの小さい時からですね母親に。 言われたんです人よりもやはり朝1時間早く起きて6時だったら5時に起きて努力しなさいということをそういう教えがあったから中村先生のところ来ても頑張れたと思いますしまたここに来ていい人との出会いも夫の佐藤行と一緒になさって、ね、先生がなんかあの人がいいって言ってくれたのでですよねはいまあ佐藤行さんも僕なんかもねよく存じ上げてますけど本当にあの。 奥さんのために一生懸命目立たないう、ね、ように、ねはい、練習させて応援してくれたので結婚なさってから、えー、10勝したんですかそうです結婚して私は結婚するときになあの先生との約束が10勝して1人前って言われましたので、うん、10勝どうしてもしたいって言って結婚した時に主人に話しましたら、うん、あの僕も応援するから一緒にあの頑張ろうって言っていつも応援してくれてました、うん、ですから家のことは一切何もできなかったんです。<laughs> 内情の子ですねで、えー ご主人もね,ねやはりあの奥さんも支えてねそれも立派な岡田プロがここまでね本当にもう76歳にしてねやはりそんなまだまだあと何年ぐらいやるつもりですかいやあのずっと体が続く感じりやってきます <laughs> だって今はあの皆さんが若いですから、うん、その大勢の皆さんアマチュアの方にも見本になれるように私があの素敵にうまくゴルフをですね、うん、そういうふうに年を取っていきたいな、ね、と思いますし。 いいろんななあのの努力をしたいなと思ってますこの伊勢原カントリーは今日我々インタビューしてるんですけどこの伊勢原カントリーとこのちょっと坂を降りたところに浜田聖博さんの浜田の練習場。 はいそこで私はもう今時間がある時はいつも練習週3回ぐらいは練習してますまあ私もずっとあそこでお世話になったんですけども本当にあそこの練習場にいろんなプロがいらしてましたねそうですね先生もあそこで練習してましたしごちらが目の前でしたしねはいそれでまた浜田清博の会長さんはまだ元気なんですけど96歳で私の仲人親なんですそれでそういう意味もありましてですから伊勢原 中村先生練習場でカントリークラブさん、みんな応援していただいたおかげだと私は思ってます。まあ、あの福島県の出身でまあ、福島のなんか親善大使もなさったんですか？そうはい、はい、やはりあのこれからこの若い人にどういうことを気をつけて、もう努力は当然ですけど、はい、今の若い人は10代でもう活躍してますよね。こう息長くゴルフしていくにはあまり健康な体も大事ですけど。 どういうところに気をつけてるんですか。やはり心が大事だと思うんですね。うん、素直な心で、あと人並みではダメだと思うんですね。うん、人並みの以上のなんかいろいろ勉強だったら勉強、運動だったら運動ですね。何でもいいですから努力していくで本を読んだりですね、いろいろそういう勉強も頭の中に入れてやっていくといいと思いますね。 努力ってね言葉では簡単ですけどなかなかそれを怠ってやってる人が、まあ、少ないとまあ上にも行けないそうですねであのなんか今までお話先ほども聞いたんですけどナンシー・ロペスも有名なアメリカの女子と,と対等に戦った花のコースで優勝した、はい、あの時はですね、えー、ナンシー・ロペスさんが年間アメリカで9勝したんですね、はい、それで日本に10月の時にあの試合で来ましてマスター・はい、ジャパンクラシックですけど。 たたまたまその時は私最終日自分でベストスカー出したんですねそれでロペスさんと東亜玉さんとの5ホールのプレーオフだったんですはいもうナンシー・ロペスの一番絶頂期ですよねそうです東亜玉も ロペスさんはあの17番今でも覚えてるんです17番は440でパー5だったんですけど、うん、2オンするんですね私は2オンしませんから、うん、いつも30ヤード残るんです、うん、サンドウェッジのアプローチそののヤーードのアプローチが私一番苦手な距離だったんです、うん、それを3回やったんです3回ともそこから 1m 半に寄せてバーディー取ったんです。うんうん なんかそれはなんか一番印象に残ってますな,なるほどね飛距離がもうその分アメリカの選手より落ち着かない分の時かなわなかったんですけどショートゲームで最終的にはロフェスさんがバンカー入れちゃってパーで私が寄せ淡してバーディー取って5ホール目に私が優勝したんですけどももうその時はもう号泣でした嬉しくてうれしい、ね、中村先生に勝ちましたってテレビの前で、えー、もう私叫んでましたその時うれしくて。 やはりそれはもう日頃の先生から伝授されたいろんな、はい、技を体が覚えて頭の中でやったことが全部腕が動くんですよね。うん、ね同じところに3回とも同じ距離だったんです。<laughs> それも<ー>そのロングホールはい。ねうん、まあそれが一番今まで10勝の中で,今まで,の中で一番思い出があります。うもう本当に嬉しかったです、はいで。アメリカに1年だけいらしたんですか。はいアメリカに。 茶子さんと麻婆さんが、うん、佐々木雅子さんと樋口さんが行ってましたので、うん、私も向こうのプロテストに行ったんです、うん、1>, 1年間1年間っていうか5試合ですね、うん、で最後の試合で 1, 試あの1ストロークで落ちたんですん20それは26歳の時です。うん それが通ってたらアメリカに挑戦してましたね。いやしてませんね。今 <laughs> その時はうちさんも佐々木雅子さんも上手でしたから <laughs>、ね、ただ国際興業の長さの栄さんがその時挑戦させてくれたんです。うんうん、スポンサーになっていただいた。その時はパワービルトかなんか。<laughs> はいそうです。パワービルトでした,のでしたね。はい、うん、まあいろんな話を聞きたいんですが、まあこれからの人生はご主人と一緒に、はい、やはりもうゴルフっていうのはねあのもうこう二人で楽しむ もう3世代のスポーツですからそうですね,ねこれからの何のか目標はどういうとこあるんですか、ね、皆さんにやはりゴルフは楽しいですよね健康のためにもいいですしやっぱりゴルフ場を歩くということは非常にこういうコロナの時には特にゴルフ場に行って歩いたりとか、うん、人との会話ですね、うん、コミュニケーション取ったりですからそういう意味では私が。 あ岡田さんがあんなに元気でしてるからまだやれるんだって皆さんに思う、うん、あの覚えてほしいし、うん、あのゴルフを楽しんでほしいなと思いますそれの私は足掛かりになって一生懸命頑張っていきたいで素敵な女子あのプロゴルファーでいたいと思います、うん、おしゃれをしてゴルフがうまくてで特にドライバーを飛ばして、ね、<れ> <laughs> 10ヤードでも多く,長く200ヤードぐらい飛ばしたいですね200ウェの 最後にね、中村虎さんが、なんか東京読売かどっかで試合行く前の日に。はい。なんか一生懸命伝授していることは。そう。私の記憶かどうかわからない、なんか手袋に書いてましたよね。そうです。そんなこともありましたよね。はいはい 手袋の裏に言われたことを、それをこれ違反じゃないんですよね。違反じゃないです違反じゃないですそれでもう手袋がですね、血が出るほどですね、練習してましたから、先生が手が痛かったら明日の試合もうまくいくよって言われたんです。だってもう手が開かなかったりし痛くて、そのくらい練習しましたね。 昔のワールドレディース、はい、そうでかね、それは僕は今まだにね、はい、印象に残ってるんですよ。そうですね、この選手はすっごい努力して忘れないようにだけど、<laughs> あの努力はしましたけど意外と鈍くてです、ね。なかなか一つの技が覚えられなくて、先生になかなか褒めてもらえなかったんですけど、うん、あのやっぱり最終のエリアルで優勝した時には先週、うん、先生が51歳11ヶ月ですけど、そうですね、お前はまだやれるよって言われたのが <laughs> まだで52の時に東京ヨミに。うん プレーオフで負けたんですけれども、まあ、うん、いろんな歴史を作ってエピソードがありますよね。エリエールで優勝した時はもうギネスに乗ったんですか。はい、そうです。ギネス今でも乗ってます。乗ってますよね。はい、うん。まあ最後になりますけど、これからね、若い側の。まあ、あの日本のゴルファーの方もずっと皆さんこういうね。岡田さんのこともご存知なんで、努力は何がついてくるか。 もう本当にドライバーだけがゴルフじゃないと思います,す、ね、はい、そうですねそれと今はボールの進化クラブの進化、はい、いろんなのありますしあとやはり一番大事なことは足腰だと思うんですねうん、うん、ですからウォーキングしたり走り込んだりして、うん、それで距離を飛ばすこと、うん、なるべく常用カートがあってもちょこっとこう歩いた方がいいですねそうそうそうできるだけ歩かれた方がいいと思いますね皆さんね岡田美智子さんのように76歳でこれだけ元気で <laughs> 私は1時間15分いつもウォーキングしてます朝大体、うんうん、それがモットーでな 歩いて練習。ね、<laughs> はい。努力は後からついてきますから。そうですね。ねあの楽しいですね。ね体を動かすということはね。まあ、これからも健在で、はい、またあの女子のシニアの試合もね、また何試合か。そうですね。女子も、はい。ね、エジシュートを狙ってですね。はい。これからもよろしくお願いします。本当におめでとうございました。本当にありがとうございました。